ワンピースゾロがかっこよすぎる新たまゆうを超えたのは9月イケメン総選挙第4位以下本サイトでは毎月10から50代の女性200人が今一番気になる男性を選ぶイケメン総選挙を実施こちらでは今月のトップ3のイケメンを見ていこう第6位にはマミヤ翔太郎山崎健と新たま県有 ディーン・フジオカが同率ランクイン。間宮翔太郎は、森七と共に主演したドラマ、真夏のシンデレラ、フジテレビ系、が9月18日に月ツらしいハッピーな最終回を迎え、男っぽさがあるところが好き、27歳、女性、専門職。目が綺麗、44歳、女性、主婦。かっこいい。高青年、37歳、女性、 自由行。かっこいいし、爽やか、31歳、女性、パートアルバイト。運命の炎部が公開中2024年1月には、主演映画、ゴールデンカムイの公開も控えており、漫画実写作品への出演が続いている。ゴールデンカムイ、公式 X、旧ツイッター、アットマークカミイアンダーラインムービー、どの角度から見てもイケメンだと思った、 52歳、女性、コンピューター関連技術職。とにかく顔がタイプ。笑顔が可愛くて好き、24歳、女性、主婦。王道の少女漫画的イケメン、28歳、女性、自由業。